がこのショールームであります。勉強の間癒される。嬉しい。つねさん可愛い人ありがとう。明日は12時からです。こんばんは。おはようございます。おはようございます。あ、そう、明日なんですよ、忘れないでください。今日はね、クワトロのまあ新しい曲か分かんないけど、そのレッスンでした。さあ、それ分かんないんですけど、レッスンでした。こんばんは。しか普通のレッスンでした。こんばんは。明日って何何曜日？明日の土曜日もう金曜日か。じゃあもう金曜日か。今日金曜日。小鉢さん、お疲れに来てありがとう。クワトロ初めて行く。嬉しい。え、びっくりした。今日金曜日か。え、今日金曜日なの？今日金曜日って感じ。今日金曜日？じゃあもうさ、としくんありがとう。いや何もないけど、もうあの2期の昇格のやつからもうすぐで1週間と思ってびっくりした。もう金曜日か。早くない？え、早いよ。知らなかった、金曜日なんて。本当に曜日感覚ないからさ、1週間。え、本当に早い。だってもう昇格してもうすぐで1週間ってことでしょ。まだ昇格してないんですけど、うん、してるかしてないかって言われたらちょっとしてない、ちょっとわかんないんですけど。金曜ロード、今日の金曜ロードショーは何ですか？何もないけど、明日はオンラインお話し会、オンラインチェキ会があるだっけ。すごい大イベントがあります、ミーの中で。時間の流れってすごいね。そう、初音もつもなく、お、よかったです。ママはね、コロナワクチンでね、腕が上がんないって言ってた。あ、今日ジェラシックパークなんだ。そう、確かに10月1日付の昇格、確かに多分ミーは生誕祭第1号です。なので皆さん来てください。出演、あ、そう、下北 FM のちょっと詳細がちょっとあんまり、なんかアンケートみたいなの。コンジーさんありがとう。多分っていうか、まあ確定なのかわかんないんですけど、ぜひ。そう、来てくださいね。待ってる。ありがとう。ねえ、こんばんは。縄電話できるやつ。あ、そうなんだ。そう、なのでぜひ来てください。ありがとう。ファンの人がいろいろ動いてくれたんかな。今日の T シャツはオクラ T です。ネタじゃないです、かわいい。そう、もらい済み。今日オクラ。こんばんは。すごいなんかリアルだな、その終わって見てるの。オクラティー好き？ミオン好き。オクティー、そう、オクティーです、オクティー。公開しよう。あ、そうなんだ、言ってたんだ。オクティーです、オクティー。ミキティ、もうお風呂入ったので、あとは寝るだけです、ミーは。今日もなんかもう全力すっぴんで、ごめんなさい。リップすら塗ってない。リップはちょっと塗ろう。お久しぶりです。お久しぶり。勉強どうですか？今日も来てます。こんばんは。あ、あとブログを更新したのでぜひ見てくださいね、皆さん。ちょっとリップ塗る、もらい済み。もらわれた。
味です、もう味。ブログめっちゃ良かった。でさ、他のメンバーのブログがさ、なんて書いてある、あの見れなくてさ、ファンの人の返信でなんかそのミニブログの感想、みんなまだ2期っていうのを言ってないんですね。でもミリ気が早いよみたいに言われて、あ、みんななんかてっきりも帰ってるのかと思ってさ。リップ、これはね、あのミーの大親友早口マシンガンっていう女の子がいるんですけど、これは韓国のお土産でもらったの、韓国のお土産リップです。なんて読むんだろう、韓国語で読めないし、ピントも合ってないし、なんて書いてあるんだろう、あれはあかん。いいんやって。試験終わった、お疲れ様。そう、なんて読むんでしょうかね、女の子わかる、わかるかな、ちょっとみーはこういうの疎いからわかんないけど、なんて書いてある、まあ B 点です、 B 点。わかんないけど多分 B 点っていう、B に点、B に点って丸、黒丸点ですのティップです。ネタティーいらないんだってみー。やだやだ、いらないんで、送んないでください。なんでそんなナギイチ好きなんですか。そう、ユナユナとです。そう、明日よろしくお願いします。嬉しい、おしゃれします。みんの中で、みんの中のおしゃれをします、ちゃんと。そう、今日小道具を買いに行こうと思ったんですけど、なんかこう百均に行くまでの道のりが遠くて小道具か買えてないんですよ。どうしようと思って、そう。だからちょっと家にあるありったけの小道具を持っていきます。そう、いや遠いプラス、いや遠いっていうか、なんか、雨、しかも明日の集合時間めっちゃ早いんよ。そう、あ、待って、じゃあ調べてみよう。ニューニュー、ごめん間違っただけ、見てみよう。百均って営業時間何時からの、9時から空いてるわ。あ、9時から空いてる、9時から。そう、集合時間が明日めっちゃ早くて、買いに行けるかなってちょっと思ってたんですけど、行けますね。じゃあレッスン用に可愛いの、あ、嬉しい。広め会の時2年、そう、あっという間でだったよね。そう、コカ・コーラのグッズ売ってるよね、ミーも思った。なんかその商品担当の中にミーの推しの方いるのかなと思ったもん。じゃあ明日は、でも明日って雨降ってないか。雨が降ってなかったらチャリンコブンブンやりたいな。明日のチケ、みーも明日のチケ楽しみ。モンチッチ持ってるの？かわいいよね、モンチッチ。サイズは M です。明日は曇りの予定、あ、じゃあいいね。12日コアラグッズ見える位置いなかったの。でも大丈夫です、明日はちょっと急、そう、明日可愛い時期待っててそう、チェキのためのお洋服が何着かあるので、しかも明日はちょっと冬っていうか結構秋っぽい服にします。どちらかというと秋っぽい服にするね、明日は。秋です。明日友達の結婚、うわ、でも結婚式いいよね。そう、秋です。
空き所です、空き所。しかもチェキでしか着ないお洋服を1着、未開封お洋服がね1着あるので楽しみにしてて。そう、空き所です、空き所明日は1着だけあります。秘密兵器、そう、ミーの中での秘密兵器です。チェキが届いたらラードにしてください、ラードの上で。普段もレッスン、あ、普段のレッスンとかは結構ゆるってしてるやつが多いかも。でもなんか本当に可愛いお洋服が欲しいですでもなんかあの、分かる、地雷系の可愛いとかじゃないよ、あのリボンフリフリとかの可愛いじゃない、なんかシンプルな可愛さがいい。ごめんね、こんな、なんかズーズーしくて。高幸さんありがとう。高幸さん可愛い人ありがとう。なんか本当にみんなネタティー送って、いや、ネタティーはミーがいいと思った服を着てるので、なんでもいいや、ほんとなんでも嬉しいわ、ミー、本当にミーなんでも嬉しいです。チェキ待ってます、あ、待ってます、ミーも届いてほしいです。明日が楽しみだ。L サイズとかも着るかも、なんか何でも着るよ、ミーは本当に何でも着る。なんかさ、ほら、なんかさ、わかる？首がなんか痛すぎてひっそりひっそりじゃないですよね、堂々と着てましたよ。え、ねえねえねえ、お休みメール来た、みんな。 T シャツのサイズは M です。ねえねえ、お休みメール来た？あ、来た？あ、よかったよかった。そう、なんかね、ほら、わかんないか、こう音が、ほらこれわかる？こう髪の毛したらわかるかな、これもう痛くて、たまんない膨らんでるの痛いそう、リンパみんな、ね、なんかね、こう、なんでしょう、なんか靴はね、24.5 か25でかいんですよ。そう、痛い、熱っぽいんじゃないんです、なんか痛いんです、ただただ痛い、首が、熱はない、でもたまにあるんです、こういうの、なんか痛い、なんか痛い喉の痛さも何もない、なんか寝違える痛さとかじゃなくて、なんかもう痛い、なんかジンジンみたいな。ミリの靴のサイズ完璧やめてやめて思えないで、ミリ結構ね、あのでかいんですよ、足、なんかね、毒蜘蛛に刺された感じの痛さ、なんか伸縮していく感じ、なんか骨が溶ける痛さみたいな、そっち系の痛さです、なんかいや、なんかね、もう全体的に痛いなんかそう、指輪は知らないです、何号なんでしょう、え、大丈夫です、たまになるやつなんで、なんか誰かいる？え、怖っ、音聞こえた？え？怖い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 、
デミさん、ちょっとさ、家の鍵をさ閉めない癖があるんです。ちょっとすぐ閉めてきます。え、怖い、何本当に。何ですか、誰ですか、見てください。本当にやって怖いから。怖かった、誰もいなかった、誰もいなかったけど怖い。ごめん、これ音量が。え、でも怖かったね。一人怖いって、一人暮らしでこんな音聞こえたら。いや、なんでしょう、ちゃんと鍵閉めてきた。多分上の人の音かな。鍵閉めました。そう、壁薄いんですよ。なんかこれが気になるなとか。あ、びっくり、雨降ってるんです。首、外の恐怖。え、でも怖かった。こまめに、全力で捨てる。あ、捨てるじゃない、かけるね。みんちゃんはリオですよ。首痛い。また聞こえる。もう聞こえる、怖い。多分壁が薄いんです。雷だ、雷だ、怖っ。あ、雨音だ、雨音、怖い。雷だ、めっちゃ怖っ。そんな光ってるの。ちょっと今さ、密閉されてるところにいるから分かんなかったけど、え、怖っ。怖っ、台風来てるわ。怖い怖い。いつもあの雷がひどくなったりしたらリネタにいつも電話するんですよ。あ、怖っ。でもよかった、今光がないからね、全然いいんです。光は、そう、ほら雷だ、怖っ怖っ。でもあのまだね、あの光がないから大丈夫です。まだ音だけだから。怖っ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 。雷です。あ、怖っ。怖くないし、よし。今光った、今ね、今密閉空間、なんか何これは、密閉空間にいるから全然いいんです。あの光がないから、光があったら怖い、ちょっとだけね。音やばかったね。話、何の話してたっけ。ほっ。やばー、リネタに。リネタから LINE 来てないかな、来てないや。怖っ。あ、足のサイズの話か。その足のサイズはでかいですよっていう話です。明日オンラインチェキ会が楽しみ。ミバタアイス昨日も食べたし、一昨日も食べた。めっちゃ美味しくない、バターアイス。あ、指輪のサイズは分かんない。ディータ配信中か。でもなんかみんなが言うにはあれも美味しいらしい、あのハーゲンダッツのあのみたらし団子味、食べたことある人。
怖っ、ミーの今の顔の方が恐怖だったわ。怖っ、めっちゃ顔怖かったね今ミーの顔。うん、ごめん、たまに自分の顔めっちゃ怖い時あるんだよね。怖っ、うわ怖っ、お話しよう。そう、みたらし団子めっちゃ美味しいらしい。そう、ピーポンもらってます。大丈夫かな、み、今日ちょっとなんか大丈夫かな、ちょっと電気ちょっとさ、携帯の配信中で電気ためよこ、電気ためながらお話しよう、みんなと。いつ停電来てもいいように。これね、回しながらね電気を作るやつで、怖いから。停電したら、あ、これ電池で動くやつだ。ちょっと怖いからごめんね。ちょっと1分だけ充電するわ。また雷、怖っ。あ、まだね、これ今電源切った。ほら、これつくもん、ほら、ついた。ちょっと今はね、これできてる、できてる。だって本当台風怖いから。気がする。これで停電しても安全です。もう怖いな、停電したら。はあ、楽しそうじゃないです、やめてください。でも明日これチェキで使おう。じゃあ使わんかったらこうやって使おう。前停電したことないよ。でも万が一です。みはすぐ逃げれるように避難用グッズ、あの避難、え、でもあれらしいよ、みんなよかったね、みんなファンして。避難時にペンライトってめっちゃ役立つらしいよ。だからなんかの記事でオタクは助かるみたいな記事を見てびっくりした。なんでだろうと思ったら、なんかペンライトが誘導灯になるらしい。と思ってペンライトねみたいな。そう、ペンライトめっちゃ活躍するらしいですよ。だからみーみたいにさ、確かにめっちゃさ、避難の時にさ、めちゃめちゃペンライト持ってたらめっちゃ笑ってしまうよね普通に。みーみたいにさ、こんなせんくてもさ、ペンライトあればさ、確かにめっちゃさ、みんなさ真剣なのにさ、ペンライト5本持ちとかめっちゃおもろいよね。でもなんかさ、
めっちゃさ、そんな迫る感じなのにさ、なんか STU48 って書いてあるペンライトとかめっちゃ面白いよね。 しかもな、単色しか出ないやつとかめっちゃ面白い。なんかさ、白とかならまだいいけどな、なんか推しのさ色、単いや絶対俺は推し変しないから単色買ったぜみたいな、なんか嫌だよね。そう、目立つ目立つと、めっちゃいいらしいんですよ。そう、でも懐中もいいらしいんです、なんかその有効活用だって。 だからみなさんペンライトを使ってください、停電した時には。それでね、助かるので。どうしよう、停電したら怖いな。挨拶しよう。なんかさ、みーもさ、なんかこのアイドルっていう職を生かして何かしたいね。なんかさ、医者とかだったらさ、なんか電車とかで倒れた時にさ、私医者ですみたいに言えるけどさ、なんかアイドルってさ、そんな電車の中でさ、人が倒れても、あ、私アイドルなんでとか言えないじゃん。20本は持ってるから、もう外でキャンプできるね。そういう場面なんかないのかな。ミニのペンライトぜひぜひして、なんかこの中にアイドルいませんかみたいな、そんな、なんか場面に遭遇したい。この中にアイドルっていますかみたいな。 全力で出るわ。私です。なんかそんな感じだったら出れないかも、逆に。アニメの展開確かにありそう。いやー、多分ミーは絶対名乗り出ないです。 よくご存知で。でもそんな場面になったら、まあ、ミーがさすがに医者とかだったら名乗り出るけど、なんか「アイドルいませんか?」って、なんか緊急事態なんで「アイドルいませんか?」って言われても、出ないと思う。隅っこ暮らししてるわ。ねえ、みんな聞いて、ミーさ、久々に友達に会ったんよ。久々に昨日お友達に会ったんですけど、その1ヶ月以上メンバー以外の友達と話してなくて、し、なんか交通機関にも、なんか路面電車とかにも乗ってなかったし、まあ全然の、まあ、の乗ったは乗ったかもしれんけど、乗ってなかったし、なんかそのこの一人で喋る以外と全然ね話してなかったよ。なんかそしたらみ、なんか久々に人の多いところに行ったらもう声が出なくて、 え、どういうことって思って、なんかここに何かがある感じして、もうとりあえず声が出なくてみたいな、あれなんで出ないのみたいな、出ると思ってもなんかろれつが回んなくてめっちゃ喋りにくいの。 そしたら友達が「今日滑舌悪いね」って言ってきて、「いや、なんか今日喋りにくくて」みたいな。 そう、たまにあるんよ。つかみさん、レインボースさんありがとう、東京 TK 局長さんありがとう、ハート。なんか声が出なかったの。 でもなんかそう慣れていくうちに声は出るんですけど、そう、なんかね、たまに出るんです、声が出なくなったり。なんかライブ そう、全然これは関係ないんです、これは全然そう人よみたいな感じで、ね、なんかライブとかは全然いいんです、本当に楽しいし。でも電車とかあんまり乗れないんですよね、私。ハッシーさんありがとう、かわいいと。乗れるけど乗れないんです。 めっちゃ乗れる、全然乗れるけど、なんかね、ライブはいいんです。なんかでも なんか
そうそう、なんか息苦しく感じちゃうんです。なんかって「モモレンジャーさんありがとう」なんかない、こういう、あの教室に入るのが苦しい的な。ハッシーさんありがとう。そう、なんかもうね、ところどころ出ちゃうんですよ。なんかこんばんは、ナースさんありがとう。そう、ショールームはね話せるよ、一人だから。なんて読むんですか。そう、ハッシーさんありがとう。なんかみー、教室も一番前の席は誰も見てないと思うけど、なんか視線が気になっちゃって、たまに見れ、なんかね、めっちゃ外が目を、なんかね、無理でした、教室とか。これはね、なんか昔からあったりなかったりする、なんか波による、波。そうそうそう、後ろの席いいよね、確かに。後ろの席いいよね。ラミーさん絶対さ、今泉だから名前順、あいうえお順なの、席が絶対ね。今泉はね、前から2番目か1番前だった、ずっと。そうか、運良ければ一番後ろ、一列、そう、めっちゃ早い、本当に。なんか出席番号5番か2番か1番。そうそう、入学したてはね、出席番号5番か1番でも、3年生の時は1番でした、1番。3年4組1番でした。確かに STU って、い、なんかね、あいうえお順から言ったらイの名前多いよね、イから始まる人。そうそう、みんな出席番号何番だった覚えてる？そうね、イ行で一番。そうそう、なんかでも33番。何番だった？基本18、あ、25か28。なんか誕生、なんか小学校までは誕生日順だったんだけど、中高からあれになりましたね、名前順、あいうえお順。遠い過去すぎ、忘れるよね、20前後。そう、あいうえお順です、あいうえお順だった。確かにあいの隣がさ、家業とか他業とかだからね。ね、みんなさ、席くっついてた？なんか学園ドラマとか見るときにさ、なんか隣の席がきっかけでみたいなあるじゃん。でさ、みーさ、全然一個一個個体に分かれすぎててさ、なんか隣の席とかなかったんだけど。あった？隣の席とか。てた、みくっつい、もうくっつきとかもなんかもうないんですけど。あ、確かにそうだね。え、みーはね、なんか田中っていう人がいっぱいいたわ。みーのクラスくっついてないよね。え、中学校までくっついてた？ヒューヒューじゃん、そんな。田中と佐藤が多いイメージだった。いいな、なんかみーもさ、なんかそれがくっついて、なんかね、手つなぐとかやってみたかったですね。渡辺はいなかったかな。席自由だった。人が多かったから口、そうなんだ、いいな。山本さんいなかったな。田中さんと佐藤さんが多かった。教科書忘れて見せてもらう。なんかさ、みーさ、それなんかみーの学校忘れ物がなんか入るんだよね、成績に。
だからもうなんか見せてもらうとか論外だった。もうね、絶対隣のクラスに借りるか、もうどうにかして教科書を手に入れてた。え、みゆもなんか、でもさ、ね、席替えってどうやってしてた？普通に9時？え、でもなんか方法に置き弁してたから忘れることは一切なかったよね。女子が勝手に人権ないじゃん。9時成績順怖いね、それやだね。成績順くじ引きか、わかる、そのわかる、その班長決め、うわ、そのタイプめっちゃ嫌だったもん。絶対一番前になるもん。班長が、うわ、めっちゃ嫌だった、その決め方。うわ、その班長取り、やったことある？班長取り、なんかさ、うわ、めっちゃ嫌だったもん、もうそれ。いや、そんな決め、そのなんかね、各班長が、そう、6人で1班なんですけど、その1班の1人のリーダーが集まるから、まあ、いや、まあ、じゃあ4リーダーいるわけなんですけど、4リーダーとあのその担任の先生がこうやってこう会って、誰を前にした方がいいかみたいな。でそんなひどくない？今思ったらパワハラだ。そう、なんかうるさいからこの子を前にしましょうとか言ってたんでしょうね。パワハラですね。トムトムさん、ありがとう。うわ、懐かしい。その時あったわ。小学校はあった？小学校ありましたね。なので、まあ、それありました。ミーは多分絶対授業を聞いてない派人間だったので、でもミーの席はお察しの通り、一番前です。いや、なんか覚えてないんだよね、あんまり。そう、うるさかったの。もうこんばんは。してください。いや、なんかみーはあの授業って大体のやつって違う、なんか大体の授業ってその前日に復習予習をしてから入るんですけど、予習してるとその日のあの授業ってもうめっちゃ分かりやすいの。まあ予習してるから、なんか復習でするみたいな感じなのね、もう授業自体が。それ喋っちゃうよね。懐かしいな、それもありましたね。でも一番ミーが嫌いだったのは、一番ミーが嫌いなあの席替えだったのは、なんかお見合い席みたいなやつです。お見合いくじ引きみたいな、あ、お見合い席替えみたいな。なんかまず女の子が先に入って席を決めとくんです。で女の子出ます。そして それを見てなかった男の子がその、はい、あの席を座るんです。でそれでその男の子がそのまま座ってるんですよ。でそれになんかその自分がもともと入った席に行くっていう。めっちゃみー、その席替えがね、人生ので一番何よりも嫌だった席替えです。もう小学校2年生の2学期のもうみーはね、もう本当にこれが嫌いすぎて、もうめっちゃ覚えてる。そうめっちゃ覚えてる。こんなね、嫌だよね、これ考えた人サイコパスだよね。逆にな、え、嫌じゃないですか、なんか。だってさ、その普通の席替えでこう行くならいいけど、なんかさ、その男の子はさ、誰が好きな子が来るかもしれないドキドキがあるんですよ。でもなんか、え、でもなんか嫌じゃない？ミーはめっちゃ嫌だった。なんかその期待を胸に、なんか期待感がある感じとかもめっちゃ嫌だったんですよ。そう、もうミーはこのね、お見合いくじ引きを、あ、お見合い席替えを一生忘れません。
めっちゃ嫌だった そう、あーとかね、がっかり、そう、本当に嫌だった男女でどこの、確かにそれはあり、やってた人いるんですかね、わかんない、ミアやらなかったけど、まあ小児だしな。そう、残酷イベント、本当に残酷イベントですよ。もうなんか席があんま好きじゃなかったですもん。日直好きだった？えみ、日直あんま好きじゃなかったんですけど、確かに出席番号が一番いいですね。なんでまた隣がえでもいいさ、もうそのワード一回だけ言われたことあるんですよ。でもなんか逆にもうなんかさ、永遠的に隣になる男の子とか いませんでした？女の子とか、なんかマジでなんか4回連続ぐらい隣の席になった人、子がいて、いやまたみたいな。目見えないんで前行きたいですめっちゃおもろいよね。どうにかして避けるっていう。いや席替えってなんかいいですね。初々しいわ。クラス替えとかもめっちゃ楽しみだったもん。授業中死後してる？いや、さすがに授業中は死後しないです。そんなに喋る勇気も新学期一番、そう、一番ドキドキだよね。謎にね、めっちゃワクワクするよね。髪回してた？何の髪だいや、みーの学校厳しすぎて、なんか手紙とか回してたら放課後写経になるんでただただ聞いてないだけ。そう、トムトムくんありがとうそう、みーの学校本当に厳しかった。そう、あと、それみーのさ、親友のさ、あの早口マシンガンっていう女の子がいるんだけど、その子めっちゃアイドル好きなので、アイドルの当選日でで放課後に分かるみたいな。でそれで自転車で一緒に帰ってたんだけど、なんか当選確認していいみたいな、急に言われて、あ、いいよみたいな。でなんかその道端でチャリを止めて当選を見たんですよ。そしたら急に泣き出して、え、なになになにって言ったら外れたとか言って、なんかそこで10分ぐらい落ち込んで、もうみー怖かったもん。でしかもなんかみーの目、なんかみーの携帯でもチケット申し込めみたいな、全然いいよみたいな。みーもあれだし、めっちゃそれみーもこうやってやってた。波はね、本当にね、もう何のことかさっぱりわからんくて。そう。協力してました、結構。あ、そうなんだ。18時ぐらいが当選。あ、そうなんだ。いや、でもなんか、すごい。すごいですね。そう、なんか、すごいよね。そう、今はさ、なんかそのミーはアイドルの立場になってるから、その時は本当に分かんなくて、何もかもこう、その当落でここまで人って変わるんだと思って一番嫌いだった校則は朝課外です。なんか朝課外って行かないと一コマ一コマずつ溜まっていくんですよ。確かに今もよく分かってない。
そう、一コマ一コマ溜まっていって、なんか夜っていうか放課後に消化しなきゃいけないの。もう地獄でした。電車人多いし 苦痛でしたね。そう、家を6時に出なきゃ間に合わなくて、しかもなんか そう、なんかみーの家の近くにローカルバスみたいな、しかもそのローカルバスがめっちゃ時間にルーズなんよ。みーはこのバスに乗って、5時45分のバスに乗って、間違った、6時何分かのに乗って、で6時何分かの電車に乗って行かなきゃいけないのに、もう本当にさ、なんか平気で10分とかさ、じゃあ西鉄とかじゃないの、なんかなんとか号みたいな、なんかそのさ、なんかそのマジでその市しか走ってないバスみたいな、本当に平気で10分とか遅刻して、やがんのとか言って、しかもなかなか来んなと思ってたらもう行っとったりするの、はみたいな、ってことみたいな、行くなよ先にと思うやん。そう、コミュニティバス、そう、いや先には行くなよって、なんか遅れてはいいけど先にだけは行かないでよと思って、そう バス、そう、それで何回か遅刻したことある え、もう本当に悔しすぎて何回か泣いたもん で、ママにね電話して、ブス置いていかれたって言ってね、車で送ってもらったりしたことある、何回か だって早起きしてめっちゃ頑張って起きたのにさ、なんかバス一本のせいでさ、でもそんなだったらね、もう悲しくて 泣きますよ、悔しくて。JK を泣かすバスです、優先。みーが高校の通学路で泣いたのは、自転車がパンクして学校に間に合わなかった時と、自転車に鍵を閉め忘れて盗まれるんじゃないかっていう不安で泣いたのと バスに置いていかれて泣いたのと、目の前で踏切が閉まって電車に乗れなくて泣いたのです。通学路伝説。いやー本当にね、もうなんかもう悔しいの、なんか ってなってた、めっちゃ。で自転車はね、なんかね、いや本当に福岡って自転車盗まれるんですよ、すぐ。だからみーは絶対その自転車を大切にしてて、鍵もちゃんとかけてなんですけど、その日なんか電車が、みーが家出るの遅くて、で電車も踏切ギリギリだったんで、学校着いて、あ鍵閉めてないって思ったんよ。もうそっからもう授業が入ってこんくて、もうずっと、あどうしよう、もう帰ってたチャリ盗まれとった、どうしようと思って、とりあえず警察に電話したの。すいません、何々駅の、本当盗まれるかもしれないんで、チャリ、もしよかったらチャリキーを閉めていただけると本当に嬉しいですみたいな。まあ盗まれて連絡するよりかはマシじゃん、なんかパトロール中になんか やってくれればいいじゃん、そうしたらなんか無理ですみたいな、それはできませんみたいな言われて、ってなるじゃん、もう。まあ、確かに今思うとね、いやそれは無理だろうなと思うけど、みーも本当にね、本当にチャリが盗まれる時は本当にどうしようと思って、もうずっと泣いてて、チャリだけはどうか、しかも丁寧にね、クマのキーケースまでついてて、もうどうぞ盗んでくださいみたいなところに置いてたの。
や本当にもうでも授業も入ってこないし、もうずっともうずっとチャリ、もうあのチャリが頭に浮かんできて、もう絶対盗まれてるわと思って、もうめっちゃもう本当にね、それで、ね、そうずっと泣いてたら担任の先生がどうしたのみたいな、なんかこうこうこうでもうチャリがみたいな、ずっともうおえつレベルだったらねこんな感じになったかもね本当にチャリに鍵をね、それで、ね、なんか先生がじゃあ鍵閉めに行くよみたいな言われて、先生が車でその最寄りまで送ってくれてで、そしたらご丁寧にチャリキーがついたチャリがあって、ちゃんとそこにはで、ちゃんと鍵を閉めて学校行きましたいやー本当に優しい先生でした。本当に大騒ぎ、職員室に何々先生いますかって本当にやばいやつだよ。とうとう3年4組の今ジュビリアンです何々先生いますかで、みんながどうしたんだみたいな言ってくるけど、ウィーはさチャリキー締め忘れて普通にやばいよね、今思ったらめっちゃ泣いててさ、どうしたみたいになって、いやなんか向かいからめっちゃ過呼吸になってさ、ちょっと待ってください、落ち着かせてくださいみたいな、それね口を開けばさチャリキーしてなくて自転車のチャリ締め忘れてきちゃいましたみたいな、もうあるかも分かんないですみたいな、めっちゃ不安になってるの。落ち着けなかったんです、その時は。今は落ち着けるけどね、そう今思ったら本当に面白いよねほんと申し訳ないですね先生にトムトムくん入れ切ってありがとう。で無事授業も受けれましたそう嬉しかったね、先生、あ女性の先生なんですけど、めっちゃ優しかった、本当に大好き。みその先生にはバイト禁止だったんですけど、学校ちゃんとバイトのことも言ってたバイトしてるんだ食べきてよって言ってたそう言ってましたそういや何人か心許せる先生がいて、そうそうバイト先は言いませんいやなんかしかもごめんね、またこうもう本当にここ数日高校の思い出が止まんないんだけども、なんかミーの学科ってミーの学科って3学科あったんですよ。まあ学科があったわけ、いろんな学科が。でその一つの学科だけになんかお湯、カップラーメンを食べてる学科があったんですよ。えもうそこでなぬと思うじゃん。でみーのがじゃあ 1,2,3 学科あるとするって、そのがその3学科の人たちがなんかお湯を使ってカップラーメン食べてたの。じゃあそれじゃあさ1と2の学科はさ普通にさえってなるじゃん。えじゃあうちらももらえるじゃんってなるじゃんね、普通にだから普通にカップラーメン持って行って普通にあお湯くださいみたいな言ったら、いやこれうちらのお湯だからみたいな、そっちの学科にあげれないんだよねって言われて、えってなるじゃん。えなええってなって、ってなったらなんか先生に怒られるからごめんねみたいな言われて、もう見そこえってなっちゃって、同じ学校やんみたいな、同じ生徒やんと思って、しかもみーお昼ご飯さカップ麺しか持ってないしさ、もうパリッパリの麺ないよ、もうお湯に使ってないから、やべどうしようと思って、もうご飯ないみたいな
こっからが問題です。じゃあミーの仲いい先生いないかなと思った時に、あ、3階に社会科室があるんよ。でそこの社会科室で お湯なんかねお湯を見た気がするんよ。でもね、社会の先生めっちゃ仲いいよ。コンコン失礼しますみたいな、お湯くださいみたいな。そこで無事にお湯をゲットしました。危なかった、本当に仲良くてよかったと思った。もう絶対言うなよって。先生分かったって言って、そう、そう、優しかった、めっちゃ好きだった。うん、元気か、そう、おじちゃん先生だったんですけど、あ、お前元気か、久々に見たなって、え、元気元気みたいな。しかもなんかその会話を体育の時のテントの中でしたんよ。お前なんで元気なのってこんなテントの中おるんかみたいな言われて、あ、うん、ちょっと日差しがちょっと無理って言ったら、なんやだよお前って言われて。そう、みんなが紫外線弱くて。そう、めっちゃね仲良かったんよ。いや先生はね、じゃあ、いや、めっちゃ痩せてるっていうかね、めっちゃ好き。いるのかな、まだ学校。会いたいな。そう、めっちゃ好きだった。そう、何かとあればね、めっちゃ言ってた。こんにちはって、うるさがでーってめっちゃ言われとった。そう、一人でよく挨拶しに行ってた。そう、懐かしいな。なんかね、温かいんだ。なんかめっちゃ好きだった。こんばんは。あと図書室の先生も大好きだった。ごめんね、なんかすごい高校の話しちゃったね。え、母校を訪問したくなるね。図書室の先生は好きだった。スキピ。なんか、仲良かった。なんか謎に芋けんぴばっかりくれる先生とかいる。芋けんぴっていうか、なんか欲しい芋みたい。靴箱にさ、欲しい芋入っててさ、え、どういうことと思ったら、なんかメモに、おま、なんかお前の好きな欲しい芋あげるみたいなの書いてあった。どういうこと思うんだよ、うち欲しい芋好きとか言ってないんだけど。セブンのさ、冬になったら出てくる300円ぐらいする欲しい芋が靴箱の中に入ってた。え、欲しい芋と思って。もうめっちゃ謎だった。困惑したもん。でも美味しかった。めっちゃ美味しかった。そっから欲しいもハマりました。そう。最近の学校ってさ、アイスとか売ってるよね。すごいわ。なんで欲しいもわかんない、みーも。うん、美味しい。渋いの大好きだから。確かに借りたお湯返そう。確かにお湯返そう。ティファール持っていこう。自販機普通に置いて、え、もうさ、みーの学校の自販機許せなかったのが、コカ・コーラ社ね、高3の秋ぐらいにコカ・コーラの自動販売機がやっと来たので、もう楽しみ楽しみ、コカ・コーラじゃんってめっちゃね、浮かれてたの、ミーは。そこでもう絶対コカ・コーラだし、コーラあると思って、じゃあ行くじゃん、そう、必死に走って、コーラないの、なんでと思って、本当にありえなかった。
なんで凍らないのと。コカ・コーラの自動販売機なの。ファンタしかなかった。うちの学校、そう、いや、なんでみたいな。そう、なんかコーラ以外のやつあった、めっちゃ。うちの学校って結構ジュースレアだ、めっちゃあったかもしれない、もしかしたら。うん、炭酸。なんかそう、びっくりしたのが、他の高校に行った時になんかお茶しかない、お茶とアクエリアスと水しかない自動販売機を見て、あ、自分の高校ってなんかすごいんだと思って。そう思った。パンあったよ。でももう戦争だよね、パン。コーラ、実はそう、なんかコーラだけなかったね。そう、うちの高校ってすごいな。でもなんか野球部の人はなんか飲んじゃダメみたいな顧問の人に言われてて、なんかこっそり飲んでたよね。なんかみんな隠れるように飲んでた。ごめん、買ってきてくれみたいな。全然いいよって言って。食堂あったけどめっちゃ暑かった。そう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 。うん、懐かしいですね。でもなんか食堂で食べるのあんま好きじゃなかった。どうだった？みんな食堂とかあったの？今何があっても教室に持ち帰る派人間でしたね。ご飯とか学校の掘り当てて買いに行って、いいな。みーそう、マジで田舎だったからさ、全然ないの。本当に人ん家の田んぼとかになっちゃうよ。なんか柵を出て何かを買いに行くとかなったら。教室？あ、ないんだ。なんで食堂に？暑いもん。食堂ね、いいね。でも今思うとさ、300円のさ、食堂のおばちゃんとめっちゃ仲良かったの。いつも肉うどん食べるんだけど、めっちゃ具が多かった、いつも。肉うどんの肉めっちゃ多かった。学校でピザ、ダメだよ、そんなもん、ダメだよ。ピザとか頼んだ暁にはね、写経ですからね。そう、なんかいつもなんか肉多かったり、なんかおかずがちょっと多かったりした。何かしら写経されるから、そう、本当恐怖。本当にね、本当にね、豆ができるんよ、手に。何でも写経、本当に写経、いや結構ね、でも本当に写経って効果抜群なんよ。もう一生せんどこうってなるもん。すごいね。めっちゃ優しかったんよ。寿司いいなか。みーが学食めっちゃ使ってたのもあるかもしれない。学食っていうか食堂のご飯。あ、みー学校の人にアイドルになったの言ってないけど、食堂のおばちゃんとその仲いい先生には言ったかも。アイドルになるんだって言ったわ。そういえば言いましたね。食堂のおばちゃんに一番最初に言ったかも。そう、なんか高校3年生の時に、そう、やべっち知ってるよ。そのやべっちが社会の先生なの。連絡先、違う、持ってないから普通に直接言いに行った。そう、高校3年生の2学期ぐらいから学校行ってない、行かないくなったから、そう、10月後半、受かってすぐからこっち来たから、もうみーがさ、急にさ学校来なくなるわけよ。もうそれはダメだなと思って言った。もう学校来れんって言って、
なんでみたいな、いやこれがこうねこうこうこうだからっていう話をした。でも食堂の、まあ、おばちゃんっていうかお姉さん方がね5人ぐらいいるの5人それぞれと仲良かった。そう、好き、めっちゃ好きだったな。転校してないですよ。定価さんありがとうございます。そう、みーちょっとおばさんとか言ってたけど普通にお姉さんって言ってたからね。干し芋先生確かに張ってたんで。そう、みーなんかでも年上、そう、なんかみーはねどちらかというとなんか年上の人とお話がめっちゃしやすいかも。なんか一人っ子っていうのもあるかもしれないけど、なんか年下の子とどうやって接したらいいかわかんないんだよね。なんかみんなはどう？どっちが得意です？どっちが得意っていうか、どっちが話しやすいとかあるの？みんな。みーはね、もう断然年上の人の方が話しやすい。後輩しか、いや、そうなの。なんかみー、なんか部活とかでさ、後輩の子いてさ、なんか、年下の子にさ、なんか言えなくて、でも普通に話しちゃう。でも普通に全然話せるわ。でもなんかみーが先輩するの嫌いだから、なんか、あ、全然タメ口でいいよ、みたいな。そう、なんか先輩してる人は無理。でも年上の人と話すのは好きだけど、なんか礼儀としてなんかするのはなんかちゃんと礼儀として年上の人と話すことは大事だと思うけど、なんかめちゃめちゃ先輩してる人はちょっと無理ですね。後輩ちゃん、そうだな、みんなんかあんまりなんかさ帰宅部とかだったからさ、お話しする機会もなくて、なんかバスケ部だったんですけど、なんかバスケ部ってなんかめっちゃ厳しいんですよ、上下関係が。めっちゃ先輩怖かったもん、みバスケ部の先輩めっちゃ怖かった。もう本当に怖かった。はじめまして。体育会系の先輩ってほんと怖いよね。なんであんな鬼みたいなんだろう。怖っ。ね。1年ボール。怖い。そう。ボール。怖いよね、この この一言、ボールはいめっちゃ走って取り入ってた。めっちゃ怖かった。なんか先輩と一緒に練習とかするのよ、バスケのね。その時ねパスはどこの位置にパスしたら取りやすいんだろうかとかめっちゃ考えてた。もう怖かったな。でも STU の先輩はめちゃめちゃ優しいです。本当に優しい。怖い先輩とかいないかも。確かにこれで怖かったら怖いよね。でもさすがにでもなんか本当に怖い人なんて誰一人いない。みんな優しい。ね、STU とはまあ上下関係はあるんですけど、そんなに上下関係っていうのはないかも。ミーが先輩になった時、ミーが先輩になった時はどうなんだろう。ミーなんかね、喋れないと思う。マイク、さすがに言われないよ。ミーさんめっちゃ優しい。
一番怖い先輩とかいないの本当。まあそもそもさ、先輩とあんまりお仕事する機会がないから。確かに後輩できたら楽しみですね確かに丸の誰だこれからみんな。そう、マネージャーさん怖くないよ人、本当に。そうだよね あ、そう、見てください明日の何か情報が出るかもしれませんよ。ほんほんほん、確かに後輩できたらファンの数にも変。確かに江島さんありがとう。それはなんかちょっと寂しいですね。めっちゃ寂しい。寂しい、どうしよう。まあいっかまあいっか、寂しいけど。みんながだってね、可愛い子は推したくなるし、ミンも推したくなるわ。まあいいんです。基本うちらはこっから動かないからまあいいんです。ついてきてくれる人はついてくるから。3期生来るんですかね。怖いな。怖くないけど怖いな。うん、推し変しないかな。誰なの推しめ。いや、わかんないですよ。わかんないです私は。ダメです、楽しみとか言わないでください。うん、でも明日のオンラインお話し会が楽しみ、あ、オンラインチェック会が楽しみです。みーは確かに。どうやってさ、みんなはみーのことを見つけたの気になるな。明日は12時からです。あ、ショールーム、なるほどなるほど。あとは公園で、ね、それ嬉しいな。パッツンで公園の切り抜きおう、見て、嘘つけ、一押しなんか本当に。ショールーム、あ、ママちゃんの紹介めっちゃおもろいなあ、マイケルさんとのコラボ配信、あ、放課、あ、確かに放課後ホールームもあるか思って。確かにシミサラ本当にパンツか、パンツ新規、お話し会楽しかった。楽しい、本当にミー1なの、嬉しいな。オーディションの時の、懐かしいな、オーディションとか石油なんかしすぎた。それいいですね、面白い。ショールームの人が変わるか、大勢で四天王四天王だったの。お腹空いちゃった関係ないけど、そうだよね、だってショールームしかないよね。八時新規、あ、発電機新規とかいますか。ミーが結構これを発電してる時に押そうと決めた人いますかね。ミフーさんとは似てない気がするけど、うん、あ、自分に忠実な方いました虫しか、あ、ミこれさ、虫にモテるわ、人工してたら。
うわ、ヨーグル神器懐かしい。少年の見た。おお、なるほどなるほど。え、なんかいろいろいるな、すごい懐かしいな。福岡は上がりつくよ。だってさっきめっちゃ発電したもん、ミーの手動で。ほら、ほーら、いてててててて、ゆめさんありがとう。すごくない？手動だよ、手動。そう、ゆめさん、ジェニーさん、ハートありがとう。そう。み、なんかみーちゃんって呼ばれたらみー照れるんだって。なんかモマメのね、返信でなんか久々になんかみーちゃんって書いてる人がいて、ちょっとにやけた今日。なんかね、みーちゃんって呼ばれるのはなんかね、ってなる、めっちゃ。リボンの配信、リボン合ってないな。呼ばないでください、そんなに。たまに呼ばれたらニヤニヤニヤしちゃうんです。トムトムトムさん、ありがとう、ハート。みーちゃんって呼ばないでください。なんなんなんですか、やだこの定期。和人さん会議ありがとう。トムトムさんありがとう。赤くなりますよ。今泉今泉呼びダメです。ダメ。のべさん会議ってありがとう。どんな呼び方、なんでもいい。メディア何ん、いや、コメント欄ミニばっかじゃん。ひまい何だよ、ミリアンヌって懐かしいね。ハマタンかわいいってありがとう。ナムくんかわいいってありがとう。ダメです、そんな、なんか名前ばっかりダメです。なんか普通の話しよう。高雪さんかわいいってありがとう。いちまさんありがとう。雷やんだ、確かにもう怖くない。今日はフワちゃんのオールナイトニッポンクロスを聞いて寝ます。あ、そうだ、お父さん可愛い人ありがとう。寝るのか、そう、もう眠い。なんかね、今腰が痛くなってきた。そう、雨も止んだの？そうなの？ちょっと本当に今密閉空間にいて何もわかんない。ジャリジャリのコントマジで好き？どういうこと？好きない？見た？寝るよ。ふわちゃん好き。あのふわちゃんのラジオめっちゃ面白い。ラジオ結構聞くんだよね。俺も好きだよ。みんふかに明日寝不足チキはいけませんね。癖が強い美容師のやつ見たよ、みー。
編集後ね、みも好き。そもそもラジオ関係で皆さんにお聞きしたいことがあるんですか。下北 FM さんの印象ってどういう印象なんですか、皆さんは。なんかアンケート用紙になんか印象を書いてくださいみたいな書いてあって、え、印象と思って、何でもいいので書いてくださいみたいな書いてあって、え、印象かと思ってどういう、分かんなくて。大剛さん、かわいいギターありがとう。え、なんかみんなはどういう印象なんですか。難しいよね。なんかなんて書こうかなと思ってて、ひろみんさん、あんま聞いたことなくて、あ、48さんがよくたまに出てるとか、アイドルさん、そう、下北 FM さんに出るんですよ、9月23日19時から。あ、下北沢は聞いたことあるぞ。あ、そこでやってるのか。そう、最近 STU メンバー、え、それ嬉しいんですよね。え、なんかね、リッセンちゃんがよく出てるイメージなんですよ、ミーの中では。めっちゃね、ももちゃんが出てるイメージです、ミーの中では。あ、ね、ね、リッセンちゃんのイメージめっちゃあるよね。パシャのイメージ、ミー、ももちゃんの、もう絶対ももちゃんのイメージ。そう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 、パシャのイメージ。パシャも、パシェも3回も出てるの？すごっ、先越されてるわ、みすごいすごい、お、先輩だ、え、先輩だわ。え、でもみーが出るって決まったのもほんと最近だよ、ほんとに最近。確かにももちゃんが出てるイメージですって書こう。ももちゃんとパセリが出てるイメージですって書こう。ありがとう、問題が解決しました、これで一つ。本当に悩んでたんだ、なんかアンケート用紙何書こうかなってずっと思ってて。パセ、アイコジ、ミリのバスケみたいな。え、ねえ、ミー、思ったこと言っていい？この3人の中でミーが一番バスケうまいと調子乗るやつ。すぐ調子乗るやつ。なんかあの、そのあの昇格の時にバスケを披露したんですけど、その時のバスケの時にそのバスケットボール練習してて、でパセとアイコジとなんかドリブルを見たんですよ。そしたら、あー、みー、これ勝てるわってちょっと確信しちゃって。なんで、多分なんかバスケ勝負があったらみーは勝てると思います。余裕っすわ。もう今は余裕の今泉さんですよ。あ、パシにズボン借りたんだ、忘れてた、みー返さなきゃ、返してないわ。危ない、ありがとう。あ、普通に忘れてた。洗濯してさ、パシに返そうと思って、普通に袋の中に出てて、忘れてました。危ない危ない。ありがとう。ありがとう。本当に教えてくれてありがとう。普通に忘れてた。すいません、なんか、パシに言っといてください。忘れてたよって。あさって、のクアトロライブで返します。危ない、ありがとう。みんな、何、なんかお礼に、なんかパフェの好きな食べ物って何ですか。
なんかパセってすごいなんかさ、ブロッコリー食べてるイメージあるんですけど、耳の中で勝手に。何が喜ぶかな。アイスはね、ちょっとね、移動時間で溶けちゃうよね、渡すには。何がいいかな。梨が好きって昨日、じゃあ梨一玉買ってこスーパーで。でも高いよね、でも梨って。バターアイスどうだった？美味しかった？美味しいよね。なんかお礼に梨ってどうです？もうちょっとなんかじゃじゃがりことか。ボキ。みも梨大好き。くまのすけさん可愛いってありがとう。お礼のどうしようかな、何あげよう。ありよりの梨面白い私は牡蠣が好き。あ、みも牡蠣好きだし、梨めっちゃ好き。いて、そう、みも実家から梨送ってもらって食べたよ。うどんの料金そんなにないですよ。牡蠣と梨。そうめんいいね。なんかでも嫌じゃない、なんかジップロックに入ったそうめん、そうめんお礼にもらうって。嫌じゃないかな。なんかさ、こうなんかジップロックに入ったなんかそうめんって。気持ち気持ち、確かにあのそうめんはいいそうめんですか。多分茹でる前のそうめんです。でもじゃがりことなんか何かあげよう。じゃがりこ好きなのかな、わかんないや。でも何かあげよう。あのね、笑った時にこっちの表情筋の方がこう上がるから、最近こっちもねあげようって頑張って鍛えてるの。上がんない。でもどうやったらこっちも上がるの？難しいな。おぎり大会終わった。あ、じゃあね、何が始まると思う？あ、めっちゃすっきりした。めっちゃ目が痛かったの。もうずっと目が、ミーのコンタクト。1個あげる、2個あるから。もうずっと目が痛くてしょぼしょぼしてた。ね、それは明日のチェキ会で。そう、結構目悪いんですよ、こう見えてる。なんか目悪そうじゃなさそうに見えるよね。
なんかメガネかけてたら伊達じゃんって言われるけど、伊達じゃないんですよ、伊達じゃないもん。そう、明日のチェキ会に貼り付けときますね。当たりです。伊達メガネだろうってよく言われるけど、違う違うわ。もらい積み。あれ、みーは気づかぬうちにまた配信をしすぎて、1時間半もしてるわ。1時間半ん ?1 時間35分してるわ。1時間35分終わろうかな。今日長めの、え、みーも思った、なんか腰が痛いぐらいまで喋ってるもん。腰が痛い、首も痛い、首が一番痛い今。ね、怖い、なんか、岩田さん、高幸さん、会議室ありがとう。ハマタありがとう。トムトムさんありがとう。ノムくんありがとう。いやー、面白い話はできません、無理です。なんでつられろ。小渕さんありがとう。もう首がね、痛い痛い。直します、首は。直すってどうやって直すか分かんないけど、もう眠いね。すごいな、ファンの人、みーが眠いの。分かってるんですね、直したい。うん、ほんで、リンパマッサージしてください。ねえ、すごすごいね、みんな。じゃあ、みー結構かね、みーすぐ顔に出るって言われるか分かんないんだよね、自分で。自分に分かんない。じゃじゃ、13位ハマタンさん。裏返っちゃった。13位ハマタンさん、12位カズトくん、11位ナオスさん、10位ゴキーザリーさん、9位ノムくん、8位ヘタクソな猫さん、7位ジュノナゴさん、6位トシくん、5位ミケちゃん、4位トムトムくん、3位東京 TK 局長さん、2位岩田さん、1位小渕さんでいいよ。あくびしちゃった。おやすみ、いい夢見てね、みんな。みーも夢見るわ。今日はぜひもまめで話した通り、あの、あそこで会いましょうね、皆さん。モバイルメールをね、取ってる方はどこで会えるか知ってる、知ってるからね、あそこで会おうね。ぜひプライベートメール取ってみてください。なんか普通に日常のこととかいっぱい気持ちとか話してるので、ぜひぜひ。しかもちゃんと結構な量届くし、お得だよ。そう、あそこで会いましょう。お得だよ。しかもオンラインお話し会 B 日程も始まるので、ぜひぜひ申し込みよろしくお願いします。じゃあみんなバイバーイ、夢で会おうね。じゃあ広島の上、あの、あそこら辺で待ってるわ。バイバーイ、おやすみ、バイバイ。光ギフトありがとう。